よし、踏んちばるわよ。あ、さ、準備はいい？事情を話して協力してもらおうよ。あの人、悪い精霊には見えないよ。何言ってんのあんたは。精霊相手にやることって一つでしょ。一発ぶったたいて言うこと聞かせる、それが筋ってものよ。あんな綺麗な子にそんなことして大丈夫なのかな。油断しないでよ。ああ見えて精霊ってのは結構したたかなんだから。価値観だって人間とはまるで違う。油断してると風の刃でバッサリと。うわ、それは嫌だな。ほら、おじけづいてんじゃないの。せっかく来たんだから張り切っていくよ。よく臆せずここまで来たわね、風の王。ベルちゃん、どちらかというと来たのは私たちの方。とにかく私たちはあんたを捕まえに来たの。おとなしく観念して私に捕まっちゃいなさい。わらわを捕まえるというのか。そうよ、話が早くて助かるわ。抵抗してもいいけど無駄だかんね。あんたを捕まえて私は私が一流の魔法使いだってことを証明するの。愚かなり、我が刃受けてみるがよい。